はいどうもハムスターです。今回ですねこちらモノマスターの9月号でございます。お値段の方は特別定価1390円になっております。このね今回の付録なんですけども、もうようやくね見つけました。発売日にね買いに行ったんですけどね、近くの、セブン全然売ってなくて、もうどこもね売り切れ、大人気でした。でねちょっとタイミング遅くなったんですけどね、ようやく本屋さんで見つけたのを買ってきました。付録はねこちらシップスのワンタッチでカードが飛び出る進化系ミニ財布でございます。よく使うカードがワンタッチで取り出せるスキミング防止機能付きミニ財布ということでね、いつもね買ってるセブンイレブン、もう発売日にね見に行った時にはもう売ってなかったんですよ。それぐらいね、注目されていたと思いますので、どんなのかね楽しみですね。それではね早速もう開けて見ていきたいと思います。はい、それでは開けますよ。せーの、じゃんと。はい、箱からね出すとこんな感じなんですけどね、こうパッチンボタンでね止めるとこんな感じです。いいですね、この手のひらサイズぐらいのね大きさ。実際のねサイズなんですけども、高さこっちかな、 9.8 センチで、この幅が7センチ。これね閉じた状態、開いた時のねサイズはまた後ほどで、こちらがね正面なんですけども、いいですね。シップスロゴがね入ってます。素材表記の方がですね、アルミニウム ABS ポリエステルとなっております。なのでこのね側の方はねポリエステルなんですかね。でぐるっとねこうこんな感じで、後ろ側にね鋼銭入れがついてます。パッチンボタン開けると、あ、こういうタイプですね。そんなね多くは入んないと思いますけども、ちょうどいいぐらいですよね。そんなたくさんね鋼銭はもう入れないって方はねもう十分だと思います。僕もね、これぐらいあればね、いいと思います。でね、割とこうガバッとね、こう、開きますし。こんだけね、開くと、小さいながらもね、こう、取り出しやすい、そんな感じがね、しますね。なんかね、合皮みたいなねこの触り心地なんですけど、合皮じゃないのかなこれ。あ、なるほど、このね財布のこっち側のね財布本体は PVC とポリエステルが材質になってるみたいです。だからねこの革というのがね合皮っぽいね感じの質感になってるんですね。でさっき言ったねアルミニウムと ABS とポリエステルっていうのは中のねカードホルダーの方の素材になってるみたいです。
るほど。で、開けるとこれ、ね、パッチボタンカバッと、こんな感じで開きます。開いた時のねサイズなんですけども、高さがね、高さ一緒ですね、 9.8 センチ、横の幅がね 20.2 センチになっております。こんな感じです。内側にもね、ここにシップスのねロゴがねあります。で、ここが札入れですね。札をねここに挟むような感じですね。いいですね。内側の素材感はこんな感じ。ちょっとこのなんて言うんでしょう、フェルト感があるような優しい感じのね触り心地です。で、ここですよ、これが噂のカードケースですね。まだねこれカードが入ってない状態、こんな感じです。特にこれだけ単体でね、あの取り外しができるものでもないです。ここでちゃんとね止まってますね、張ってる感じです。で、このカードケースの下にこのレバーがねあって、これをこう引っ張るというのか、引くとカードがねニョキッと出てくる、そんな感じなんでしょうね。いいですね、かっこいい。これで最近あった折りたたみのね財布と並べるとこんな感じです。この間のね三つ折りのこの財布よりかはね一回りぐらい小さいですね。どちらかというとね、この女性向きのね雑誌についてる三つ折りの財布と同じぐらい、まあ、これよりかはねちょっと小っちゃいですよね。こんな感じです。はい、財布の中にねカードとお金入れてみました。見ていきたいと思います。まずね小銭入れ開けると結構ね入りましたね。こんな感じ、635円、この中に、ね、入ってます。うん、取り出しやすいしね、こんだけねガバッと開いたら、うん、使いやすいですね。で、意外に、うん、小銭入れねちっちゃいんですけどね意外に入りました。うん、いいと思う。そしてこうお札入れ、こんな感じなんですけどね、ちょっとねここはみ出るというかこれ見せる感じです。こんな感じでね今9000円あるんですけども、ギュッとね奥まで入れてもこれぐらい1センチちょい出る感じですね。これだったらもうちょっとねこれぐらい、うん、出してる方が
気持ちいいかもしれない。こんな感じです。しっかりね、これしっかりこう挟むような感じにしといた方が、うん、何かの拍子にねこう落ちることもないと思うんで。で、問題はこのカードケースですよ。今ね5枚入りました。これカードね5枚入れてこんな感じになってるんですけど、このままじゃねこう取り出せないんですよ。なのでこの下のこのつまみ、ちょっとねこう出てるじゃないですか。このつまみはねこう引くとニョキッと出てくるんですよ。わかりますか。ここはねこういう感じで引くとニョキッと出てくる。こんな感じに出ます。で、しまうときは押すだけで、もう一回引くとニョキッと、こんな感じ。こっちから見ようかな。引くとニョキッと、こんな感じで出ます。で、使いたいやつをね、こうあ、だけどこれ、うん、ちょっとねこう段差になってね出てくれるんですけども、この真ん中あたりのやつ出そうと思ったらちょっとね真ん中あたりのカード出すときはめんどくさいかもしれないまあだけど面白いですよね。うん、こうね一番内側とね外側のカードはねすぐ取り出しやすいと思います。真ん中の方はちょっとこんな感じでね他のカード避けて取るって感じになりそうですね。あ、これだけど面白い。で、このカードケースがですねスキミング防止になるということです。で、この一番下のカードは非接触で使える。なるほど。ということはどっちだ。このね写真の向きを見ると今僕がこのスタバのねカードを入れてる内側のね内側の方に交通系のねカードとか入れてるとそのままねこれビッとこうビッとこうできる、そんな感じなんでしょうね。まあ、ちなみに今これ財布閉じてる状態でもつまみの方がねちょっと出てるんで、そこをうまくね爪とかで引っ掛けてニョキッとすることもできます。面白い。まあ、こんな感じでね2枚差し込んでニョキッと、1枚からね5枚までカードね入れて使えるみたいです。いいですね。はい、今回はモノマスターの9月号の特別付録、シップスのワンタッチでカードが飛び出る進化系ミニ財布、こちらの付録開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。